市によりますと、今月9日から17日間にわたり行われた長崎ランタンフェスティバルの集客数はおよそ121万人で過去最多を記録しました。好調だった理由について市は、4年ぶりのフル開催や3連休を2回挟んだことなどに加え、福山雅治さんと仲里依紗さんを迎えた皇帝パレード特別版が客足を大きく押し上げたと分析しており、17日のパレード当日の集客数は期間中最多のおよそ18万5000人を記録しました。開幕前に掲げていた136万人の目標には届きませんでしたが、実行委員会はパレードがウェブでも配信されたことを踏まえ、福山さん、中さんの発信力で全国での認知度が飛躍的に向上し、来年の30回記念を前に大きな弾みとなったとしています。長崎市は今年、傷んだオブジェの修復費などのためクラウドファンディング型のふるさと納税も始めており、財源確保も進めながら100年続く祭りを目指したいとしています。